ツインテールの日どうです、どうですか。なんかさ、私さ、髪がさ伸びてからさ、初めて多分自分でツインテールしたんですけど、髪長いとさいいですね、ツインテールって。あといい夫婦の日、あといい夫婦の日、確かにいい夫婦の日。え、いい感じですか。やったやったぜ、やったぜ。やすべさん、スムーンさん、たのべっちさん、ありがとうございます。がわさん、ひろっちさん、たのべっちさん、ありがとう。えんじょうさん、アルマストリアさん、ありがとうございます。ラブリーですか？ラブリーでしょ、今日。今日はツインテールの日だからツインテールしようって思って、ちょっとラブリーな感じですね今日は。この服は私はなかなか普段あんまり着ないような服なんですけど、これはファンの方にいただいたやつですね。でもね、可愛いんだよね、これ。結構可愛いブランドのこれ服なんですけど、これをファンの方にいただいて、なんかやっぱツインテールとかしてたらさ、やっぱこういう服は似合うなって思う。こんばんは。えんじょうさん、アークさん、みきみきさん、えいひろさん、まるともちゃん、アダムダンさん、あーちゃん、なまはげさん、トゥーラスさん、ひろちゃん、ありがとうございます。こんばんは。私ね、あんまりツインテールしないんですよ、普段。普段あんまり本当にしないから結構レアだと思います。私ね、なんか一回公園でね、僕の太陽公園で一回やったことあるんですけど、本当に一回ぐらいしか多分したことなくて、2回ぐらいしたかな、2回したことあるかもしれない。でもそれ以来したことないんですね、公園では。なんかね、やっぱ
私は髪の毛が顔のところにないと不安なタイプなのでそうだからね、結構おろしが多いんだけど、いやあのね、いやそうなんですよ、結ぶ方が楽っていうか、結ぶ方が涼し、あの汗をかきにくい、かきにくいっていうか、汗がねこう髪の毛でべちょってならないから、涼しいのは涼しいと思うんですけど、そう風通しがいいと思うんですけど、でもやっぱ伸ばした方が私は好きなんですよね。だから今日はちょっと見といてください見といてください。今日はこんばんは。ツインテールの日の割には位置が低くておとなしすぎる。え、本当に私これでも高いと思ったんだけど、もっと高いの？嘘、そうなの？私さこれでも高くしたんだけどな、さっきまで結構低かったんですよ、本当これぐらいだったんだけど、いやでももうちょっと高くしようって思って高くしたんですよ。それでこれなんだけど、もっと高くしないといけないの？うそー。いやでもこれ以上高かったらさ結構おかしいと思うんですよね、私がやったら。これが限界値かも。耳の上？へえー、そうなんだ。いやでもこれぐらいがちょうどいいと思う。こんばんは。ね、これぐらいがちょうどいいよね多分。なんか高すぎるとさ私多分髪の毛跳ねるんだよねなんかビヨーンってなるから多分髪の量が多いからなだと思うんですけど、金持ち先生、タナベッチさん、ヤスベーさん、ゴルニャンさん、エンジョーさん、エイヒロさん、ダークネスさん、ありがとうございます。あ、ツインテールのギフトだね、これありがとう。もっといける、いつかじゃあしますね、いつかしますよ、いつかじゃあもっと高いツインテールをじゃあしますね。でもやっぱさ髪の量が多いからさツインテールにしたらさ今はこうまとまってるけどさ時間が経ったらこうやってさブワってなるんですよ。それが嫌だ。なんかモサ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 ってなってきて、なんか髪がなんかこんなモワってなるんですよ。それがすごく私は嫌だなって思った。
ね、見てくださいよ、見てくださいよ、ひのさんから写真集をいただきました。かわいい、私これ本当にずっと欲しくて、まさか本人からいただけるとは思っていなかったので、もうびっくりしました。見た？メッセージ付きのやつ。あ、そう、なんで知ってるの？なんか私さ、これ昨日もらったんですけど、なんかね、ひなさんからもらったからさ、サインもらおうかなって思ったの一瞬。いや、これはちょっとサインをもらうべきなんではないかと思って言おうとしたんだけど、いやちょっとなんかそれはちょっとずうずしいからやめようと思って、そしたらなんかなんとメッセージ付きだった。中にしかもサインも書いてあって、そんなことある？めっちゃ可愛い、本当にたくさん見たんですけど、もう可愛い、可愛いでは言い表せない可愛い、可愛さ、可愛いだけでは言い表せないって感じの可愛さ、可愛さが詰まっています。皆さんのどの何ページがお気に入り？何ページ？全部でもやっぱ可愛いんですけど、もちろん全部可愛いんですけど、そうだな。でも私あのハーフツインをし、あ、それこそハーフツインをしてる最初のページの ひなさんめっちゃ好きですね。可愛い、なんかチェックのワンピースを着てる、あと帽子をかぶ、麦わら帽子持ってる。中身はなんかあんま見せない方がいいのかな。もう好きだし、でも全部可愛い、なんか可愛いし大人っぽいし、なんかあとなんかちょっと爽やかな感じのページとか、あ、か、え、可愛い。ちょっとこれはもう素晴らしい、素晴らしいですね、素晴らしいな、嬉しい、本当に嬉しい。本当に嬉しいよ。かすけさん、ゆういちさん、さきさん、さきさんで合ってる、ありがとうございます。これ全部そうだよね、山口県で全部これ撮影したって書いてありましたね。キャワ、キャワキャワです、キャワキャワです。お宝、私そうなんかあれです、え、素晴らしい素晴らしい、本当にありがとうございます。いただき、いただき嬉しい。欲しいな、そう、いいでしょう、いいでしょう。しかもメッセージ付きってさ、そんなことあります？一冊ちょうだい、いやこれしかないから私これしかないから、一冊しかないし、
これは私の名前が書いてあるから、これは私のやつなんですよ。だからあげれない。いいだろう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 、私のだぜ。こんばんは。いいだろう。マウントで、私ね今日本を3冊買ったんですよ。本といえば今日本屋さんに行って本3冊買った。どんな本？小説とあとなんか自己啓発本みたいなやつ2つ買った。あの結構あの本は本当に今年に入ってぐらいから結構見るようになったんですけど、そう今日ねなんかやっぱ、あー確かに読書の秋だね。確かに読書の秋だ。あの小説はめちゃめちゃ、小説はね一冊買おうと思ってめっちゃめちゃ悩んで、めちゃめちゃ悩んで、ね、さよならの言い方なんて知らないっていう小説を買いました。なんか気になって、知ってます？買いました。まだ読んでない。読むの楽しみ。何系、なんか何系って言うんだろうな、これ不思議系、不思議ファン、なんかファンタジーみたいな、何系なんだろうこれ。あ、これなんか中に入ってるやつ、え、これ私今日気になったやつだ。なんか自転しながら好転するっていう小説、なんかこれ今日めっちゃなんかバーンってあって置いてあってめっちゃ気になった。これこんばんは。なんだかお久しぶりに見に来ました。ありがとう。お久しぶり、お久しぶりですね。ありがとうございます。さきさんありがとう。かつういさん、ストーミさんありがとうございます。あ、7時間目完売おめでとう。あ、ありがとうございます。え、てかさ、25日さ1時間完売しましたよね。7時間目の方か、 6?6 と7か、え、 6?6 と7時間目で7時間目か。ありがとうございます。
ありがとう。ありがとうございます。よかった。まだ25日の6時間目か、あと1時間帰ると思うんで、まだまだお待ちしています。ありがとうみんな。私は叫びたい、私は叫びたい。ありがとう。おたけび、おたけび、あすごい声出た。もうやっほーってさ言いたいね。やっほー、ありがとう、本当にありがとうございます。6時間目も申し込ん、込みます込んで叫びますぜひ。いや、オンラインお話し会が完売するって、いや本当に嬉しいです。ありがとうございます。やったー、声出てるね。そうかな、全然こんなもんではないですよ。もう超大きい声を出したいけど、さすがにちょっと近所迷惑だからそれはやめとく。こんばんは。本当はもう窓をバーンって開けて、うわっやっほって言いたいぐらいなんですけど、ちょっとさすがにそれは怖いからやめとく。こんばんは。いや、なんか昨日もさ、なんかね、お話し会、昨日オンラインお話し会あったんですけど、まあその初めて来てくれた方とか、なんかその最近になってよく来てくれるようになってるなみたいな方とかもいたりして、すごい嬉しいんですけど、なんかね、すごい嬉しいことを言ってくれるんですよ。もう私は昨日本当に泣きそうだったよ。なんかそう、メールにも書いたんですけど、なんて優しいんだと思って、ファンの皆さん、なんてこんなに優しいんだって思って、なんか本当に心にジーンときました。ありがとう本当になんか知らなかったんだけど、なんか私の知らないところで私のことをずっと見てくれてて、まあ、私のことだけじゃなくて、まあ、2期生のこととかそうですけど、なんかこう今まで実はずっと見ててみたいな、すごいね、なんか変わったねって言ってくれたりとかして、なんか見ててくれてるんだなって思ったら本当に嬉しくなりましたね。でもね、なんか結構言われるのがお話し会で、なんか結構ちょっと強気になったよねみたいな、なんか前はすごい奥手な感じで消極的な感じだったけど、なんかちょっとずつ強気になってきてるよねみたいな言ってくれて、なんかでも確かに、でも自分でもそれは確かにそうだなって思ったりするんですよ。
そう、本当になんか昔ってか加入当初の頃とかと比べると考えると、そうでも確かにそうだなって思って、確かに結構奥手な感じだったんですよ本当に。だからまあでも皆さんそういう風に見ててくれてる人がいるって本当に、はあ、嬉しいな、ありがたいなってすごい思いましたね。こんばんは。前向きになった？うん、そりゃそうですね、そりゃそうだな、前向きになったね、めっちゃ。なんかさ、私本当に今まで前全然前向きじゃなかったんですよ。前向きな人間じゃなさすぎて、なんかそう結構本当に大丈夫？そうって感じなぐらい結構すごい前向きになかなかなれないタイプだったんですけど、でも本当に私もそうやって前向きに考えられるようになってきなったのって本当ここ最近のことで、唐突に昆虫食食べたのめっちゃ強い子だなってありがとうございます。あれね、ちょっとやばかったよ。うん、でもすごいそれが嬉しくて、昨日もさ、あのファンレターいただいたやつ読んでたんですよ。そう読んでて、なんかもう超感極まっちゃって、そうあの気づいたらめっちゃ泣いてて、そうもうねカーペットがねあのほんと水たまりみたいになってた。なんか水たまりのなんか丸いほんと水たまりみたいな感じになってたぐらいめっちゃ泣いた。いやファンの方のねあのお手紙ほんとに感動するんですよ。それ持ってない、え本当に本当だよ、丸い水たまりみたいになってた。こんばんは。だからなんか なんだろう、私の胸にすごく響いて、もう大変でしたよ昨日は。こんばんは。だからねさらにやっぱ皆さんのために頑張ろうって昨日は思いましたね。皆さんのために、いやなんか泣かせるお手紙っていうか、あの泣かせるお手紙ではない、ないなんかそういう、もちろんそういう感動系のお手紙もあるんですけど、そういう感じじゃなくても
あ、私のために書いてくれたんだって思ったら、普通に泣いちゃうから、全然そういうな、全然なんか普通に普通のお手紙でも泣いちゃうやばいよね、私やばいんですよ本当に。ヒルマンさん、カズキさん、ちいこ浩二さん、ひろふみさん、ありがとうございます。なんか手紙系に弱い私、本当に手紙系に本当に弱いです。私も本当に手紙とか感動の映画とかに私弱いです、めっちゃ。なんかそのそれ以外のことでは特に別にあんま泣くことってあんまないんだけど、そうだけどね、なんか人の思いとかそういう、そなんて言うんだろう、人の思いを考えると泣いちゃう私は。そういうタイプです。だから私自分のことで泣くことは本当にほとんどないんだけど、わかる？そう、なんか人の心とかをさ、こう考えたりさするとさ、すごいさ泣けちゃうんですよね。だからなんか家族の絆の物語的なやつも本当に泣いちゃう。こんばんは。あ、悔し泣きか。悔し泣きはする時もある、それはある。メロンパンさん、ありがとう。確かにそれはあるな。でも昨日はちょっと泣いて、おーってなりました。ちょっとスッキリしました。私さ、気づいたんだけど、私さ目が腫れる泣き方と腫れない泣きがあるのあのね、感動系の涙の時は目が腫れないっていうっていうことに気づいた最近。そう、泣くは泣くでも感動系の時は目が腫れないの、次の日。そのね、違いが分かんないんですよ、なんでか分かんないんだけど、なんでなんだろうね。だけどなんかその違う泣き、なんかもうなんか悔しい悲しい泣きみたいな時は多分目が熱くなるからかな、顔が熱くなるからかな、わかんないけどさ、そういう時は次の日もうめちゃめちゃに目が腫れるんですよ。だけど感動系の時はなんかなぜか目は腫れないっていう、次の日。変なだよね。成分が違うからかな。感情により涙の質って変わるって聞きますよ。ああ、そうなのか。ああ、でもそうかも。なんかさ、
ちょっとさ悲しいとか悔しいとかの時のさ涙ってなんか熱いもん、なんか熱いし、なんかもう 目がさもう違くないですか、目の開きが違う、 なんかあそれはガチ泣きしてるからかな、目がなんかもう腫れてる感覚がすごいする。だからか、何なんだろうあれ。でも感動系の時はね、なんかそうだね、サラサラ系の涙だね、確かに。だからかもしれない。プチピヨコさんありがとう、初見なのにギフトありがとうございます。たまに夜一人になるとあれなんで涙が出るんだろうっていう時ない？え、あるよあるある、めっちゃわかる、わかる、なんでかはわからないけど、あの涙が出るっていう感じだよね。めっちゃわかりますそれ。でもなんか特にこれといった理由は別になくて、でも なんだろうなんか勝手に涙が出てるみたいな。あ、これ一人暮らしあるあるなの？あ、そうなんだ。でもなんかそんな気がしてた私もそんな気がしてました。だって一人暮らしじゃなかったらそんなことないじゃん絶対。メロンパンさん、ラブリー48さん、クロポンさん、ありがとうございます。こんばんは。一人暮らし、ツインテールたくさん撮りました。だってまだ撮ってないです、まだ撮ってないです。最近まつげをめちゃめちゃ上に上げるってことにハマっててあのね、信じられないぐらいビューラーをグーって押すんですよしたらね、めちゃめちゃね上に上がるの。あのもうまつげがもうめっちゃ、もうめっちゃ抜けるぐらい、あのやっても抜けないんですけど、抜けるぐらいめっちゃういって、ほらバチバチバチ、あ一本抜けた。2本だった、2本抜けちゃ抜けた。あーこれ交換するやつでしょ。そう本当はね結構定期的にこれ変えた方がいいらしいんですけど、私めんどくさいから全然変えてない。でもちょっと変えないといけないなって思うけど、そろそろ。これでもなんかないんですよね、詰め替え用買わないと。そうでもまだいける、いけそう。資生堂？違いますよ、シャネル、シャネルのビューラー、これもねファンの方にいただきました。すごくない？シャネルですよ、シャネル。私シャネルとかさ、あの本当に持ってないの。
ブランドものだからちょっとね、うおーってなった見た時、シャネルやーみたいな。マツくんさん、お姉さんありがとう。あのなんかデパコス、私デパコスを本当に買ったことなくて、一回もなんかいただいたりとか、あのプレゼントでもらったりとかしたことあるんだけど、本当に自分で買ったことが一回もなくて、あの私今22歳なんですけど、この22歳の、あ、今日22日の22歳、イエーイそう、この22歳であのデパコスを自分のお金で一回も買ったことない人ってまあいると思うんですけど、あのいるのかなっていう、あの普通にこうやっぱ身近な人はやっぱみんななんか持ってる気がしてて、それもプレゼントなのかどうかわかんないんですけど、こんばんは。自分へのご褒美、なんかね、自分へのご褒美でも買わないんだよね私。なそれ買うんだったら全然もっとそれと同じようなやつ安いのあるよなみたいな感じで思っちゃって、なんかなかなかそういうデパコスになんか手は出ないんですけど、そう、でもその分私最近さ、薬局とかのメイク用品、メイク道具を結構めっちゃ買っちゃってて、最近結構ね、あのお財布事情が、あのそう最近あのね、メイク道具を集めることにハマってて、あのいろんなね、いろんなやつのドラコス、ドラコス、そう、だからそのデパコスの1個の値段でまあいろいろさ、ドラッグストアのやつとかだったらいろいろ買える、財政危機、まあ、財政危機まではいかないけどあのでも、そう、あのでもね、自分の、自分があのこの良くなるためだったら別にお金使っていいかなって思うから、そんなこんな、なんかそれはね別にお金の無駄遣いではないって思ってるからだからなんかいろいろ最近試してみたくて、ドラッグストアでちょっと買ってますね最近は。この間気になってね、あれ買った、ピンクっぽい、ピンク ブラウンみたいな感じのアイラインを買ってみたんですよ。ちょっと気になって、なんか最近ちょっとピンクメイク系にちょっと目覚めてきたっていうか、最近ちょっとさ、アイシャドウも変えたんですけど、私ピンク系のメイクが自分的にあんまりだなって思ってたんですけど、いやちょっとやってみようじゃないと思ってやってみようじゃないかと思ってやってみたら、あ、なんか意外と可愛いかもしれないと思って、あ、じゃあちょっとピンク系のメイクしてみようかなって思って、そうで、そのアイラインも買ってみたんですよ。まだ使ってないけどどんな感じなのかなって思って、
そう。あとなんかマスカラとかも一番長くて伸びて一番すごいボリューミーに見えるマスカラってどれなんだろうと思って、ちょっと口コミがいいやつを2個ぐらい買ったこの間。でもそれでさ、そうお金は使っちゃうけど、そうでもそれは無駄遣いではない。無駄遣いではないよね、それは。くにさん、メロンパンさん、中田さん、ほずみさん、メロンパンさん、田辺さん、ありがとうございます。自己投資、え、だよね、そう。ヒラリンハットさん、ありがとう。そう、必要経費、そう必要経費。買いすぎは良くないと思うんですけど、いろいろ自分でこう決めて買ってます。私のちょっとあれなんですよ、最近の何すごい最近思うのは、今までこうなんか例えばメイクとかもなんかこれでいいとかこれでいいやみたいな、もう別にいいやみたいな、なんかもうなんて言うんですか、それっきりみたいな、そこで止まりっきりみたいな感じの自分をやめようと思って、例えばメイク道具とかも変わらんやろみたいな、今までそういう感じだったから、いやこれ別に今やってるやつとかや買っても変わらんやろみたいな、とかなんかちょっと買うのめんどくさいからいいやみたいな、そういう感じだったのを感じだった自分はちょっとそれはやめようって思って、そうとりあえずその自分の自己投資するっていう。ことを最近は心がけてますね。めんどくさがらないっていう、そこに。キルスさん、キャスパー大君ありがとう。女子力に目覚めたのかな、わかんない。それはどうだろう。そうなのかな。ちょっとでも前よりかは目覚めたと思う。前の自分よりかは女子力。え、前ほんと女子力とかなんかそんなかけらもなかったんで、本当に。前よりかは、はい、目覚めてます、目覚めてると思います。なんか最近はね、なんか常にどうやったらどうしたらなんかも例えばなんかメイクとかもなんか自分の写真を見てなんかどうしたらもっと良くなるんだろうっていうのは
最近毎日考えてる。なんかここもうちょっとこうやったらもうちょっと良くなるんじゃないかなとか、あ、そう、研究それを最近は毎日考えてます。なんかね、自分のね顔の写真をDMM とかその公園のさ映像送られてくるんですけど、それで自分が写ったところをスクショしてその顔を見て、どうしたらいいのかっていう自分で考えてますね。だからっていうのもあるかも、メイク道具買うのせいちゃん、はじめまして、ありがとうございます。やっぱりメイクって自分がさいいって思ってるのとさやっぱ違うからさ、全然人から 見てもらえるメイクの印象と自分がいいって思ってるのと全然違うんだってことに気づいて前まではさもう自分が良ければもうそれでいいんだみたいな感じでやってたからだからあんまりなんかうまくもなかったし、そうだからメイク動画とかも全然見たことなくて全部自己流でやってたから、そうだから自己流でいいと思ったから全く見たことなくて本当に、そうだから最近はね見たりとかしてるんですよね。こんばんは、にゃん、ゆはるさん。こんばんにゃん、こんばんは。こんばんにゃん、わん、わん、わん、にゃん、にゃん。あとはやっぱり、あれですね、前髪もちょっと。でもさ、なんかだいぶ前髪も良くなったと思いませんか？あ、でも私この横髪もうちょっとね切った方がいいかなって思っている。どうだろう、今なんかちょっと長くないですか？もうちょっと切った方がいいのかな、これぐらい。でもどうなんだろう、今ぐらいでいいのかな、ちょっとこれぐらいこれぐらい切った方がいい。これぐらい、ほんとちょっと切るぐらい。どうなんだろうな、でもちょっと前髪をこうやったらなんかちょうどいい、どうなんだろう、わかんない。ちょっと切ってもいいかもしれない、今ちょっと長いから。触覚
あ、待って、今とってもいい感じですよ。前髪がどうですか。この感じ。あ、一気に語彙力が。このなんかこういう感じ。あのここの真ん中ら辺めっちゃいい感じ。あとなんかちょっとこの辺も。あでもなんかちょっと違う。あ、なんか違くなった。前髪のすき方いいね。だってこう、私ね、前髪自分で切ってるんですよ。すごいでしょ。でも全然上手くないけど、全然上手くないから別に、ごめん、すごいすごいでしょとか言ったけど全然すごくなかった。全然すごくなかった。さっきの言葉、怪獣。やっぱりでも美容室で切った方が綺麗にはなるんですけど、でも美容室で切るのさ、前髪切られるのさ、なんか嫌なんだよな。切られすぎちゃうから前髪は。でも絶対美容師さんが切った方がガタガタにならずにめっちゃ綺麗に切ってもらえるんですけど、でもね、どうしてもね、自分のね、理想の長さにならないの。だからいつもね、いいですって言うんだけど、前髪は。あとちょっと横髪もちょっと切られそうっていう。感じがあって、まあでも確かにそうだよね。確かに結構前髪みんな自分で切ってる気がする。私の肩こり事情を聞いてください。私はもう本当に昨日肩こりがひどくて本当に大変だったんですよ。昨日は本当にめっちゃ肩こりがひどい日で、今もね、まあ昨日よりかは治ったんですけど、そう、まだね、めっちゃね、硬い。あの、ここのね、ここの本当に首の近くの肩こり、そう、肩こり、ここがもう本当にね、超カタカタなんですよ。肩こりすぎて。本当、石みたい、石が入ってるみたい。ここです、ここ。私左が特にめっちゃ硬く、右はそんななんだけど、なんか荷物とかを左ですごい持つ癖があって、てか左でしか持てないんだけど、肩だから、左肩がめっちゃ肩こりがハンマーで叩けるぐらい、
でもけあうんいやでも逆に痛いかもそれ、石みたいなんかカーンってなって逆に痛いかも。やっぱ姿勢良くなったよね。姿勢良くないですよ、全然全然良くないよ。私めっちゃさ巻き肩で、本当に肩をこう後ろにこうやって張らないとねいけないなって思うんですけど、姿勢はね今までの私の人生上自信のなさが全部肩に多分出てる出てた、多分自信のなさが出てるから、いつもこういう感じだったから、姿勢もどんどん悪くなってるし肩も前に出てるしっていう感じだったんですよ。だからちょっともうちょっと肩をギュッて張って張らないと姿勢は良くならない。でも今の時代は難しいですよね。スマホとかもあるしさ、スマホのストレートネックとかもあるしさ、ちょっと難しいよ。こんばんは、ありがとう。もうやばいです本当に、やばやば本当にカタカタすぎてやばやばです。スマホ首ね。整体行ったことある？ありますよ。ありますよ。ありますよ。びっくりされるよ本当に。かつて私の肩は別世界だって言われたことがある。この冬も本当に私ね要注意しなきゃいけないの。もう冬って寒いとさ肩上がるじゃん。だから肩こりになりやすいんです冬って。だからちょっとさ要注意要注意いつか HKT 劇場行きたいです。行きたいよー。外観外は行ったことあるんですけどね。いつか行けますように。こんばんは。そうだね、なんかどっちもかな。ミニも行きたいし、この間 PR 舞台のみんながやってたみたいな感じでなんか公演するもしたいしっていう、どっちもどっちも。こんばんは。よし、じゃあ終わります。終わる。今日は本読んで寝ようかな。今日は本読む。今日買ったテスさん、エンジョーさん、ダークネスさん、ありがとうございます。
13位が、名前がちょっとわからん、アークフライトさん、ありがとうございます。12位田辺さん、ありがとうございます。11位ヒルマンさん、ありがとうございます。10位マツくんさん、ありがとうございます。9位キャスパー大くん、ありがとうございます。8位ラブリー48さん、ありがとうございます。7位ギルスさん、ありがとうございます。6位お金持ち先生、ありがとうございます。5位まるともちゃん、ありがとうございます。4位エンジョーさん、ありがとうございます。3位メロンパンさん、ありがとうございます。2位とのべっちさん、ありがとうございます。1位はやすべーさん、ありがとう。ありがとうございます。1位、ありがとう初見のゆうさん。また見に来てください。じゃあありがとうみんな、バイバイ、おやすみ。後でツイッターあげようかな、ツインテール。ありがとうございました。もし私がツイートしたら絶対にいいねとリツイートとコメントしてください。お願いします。じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。